何の配信えっと時間ができたから <laughs> こんばんは歌おめでとうありがとうございます <laughs> 今日のなカラコンなあかりんさんのカラコンです <laughs> もう最近さ SNS を見てなさすぎてそううーん舞台ありがとうございますそうなんかそうずっとなんか覚えられへんと思って見て。 うかいなん、か書いてというか言ってっていうのを繰り返してて難しいなホに初日行くって待ってますそう舞台がな舞台のチケットが明日そう明日の9時からチケット販売が始まるんですよ <laughs> 難しい。 そう、二十一時から夜の待ってます皆さん。<laughs> もう私はわからん今。<laughs> ありがとうございます。ガンプラント。舞台出るのは初めて。 お芝居はうん学校で習ってたって言ったら習ってたんかもしれへんけどなんかでもそこまでしっかりとはやってない感じうん待ってますそう結構すぐなんよ髪伸びた切,切ろうと思う <laughs> ちょっとさすがにちょっと邪魔になってきたなと思ってなんか時間ができたら切ろうと思います東京ではやらへん大阪だけうんそう「今日アエビ」とコラボええー、全然話してなかった多分やらへんと思うもう最近よ出演させていただくってなったのが。 明日の夜公演そう明日の公演なんです恋は突然やってくる公演お待ちしております来るよーって方明日 <laughs> 見ました見ましたのな々穂さんが出てらっしゃる舞台そう明日しおりさんがうん昼行きます そう、1ヶ月切ってるから怖いうん待ってます公演リアル公演うんお友達に連合言読めます読めます初見ですありがとうございます来てくれて <laughs> キャンセル待ち入れますように明日は公演入ってそのあとチケットああありがとうございますキャンキャン待ち うん、ありがとう昼入ります待ってますそうよないつできるかよなありがたいことにしおりさんがええー、ほんまにしおりさんが嬉しいこんばんはうんあっさっきがランダムあそうやななんか買い取ったなそうな 全然決めてない成人式のことどうやろうな公園行きなかったがグッドスプーンさん行くうん。行ってらっしゃいアンジュもね行きたいねんけど行けてなくてそうでも行く予定です <laughs> 行く予定よもうアンジュ気持ちは行くからもうグッドスプーンさんそう舞台で出ますいつ発表あったえっと ツイッターで発表したそう、夜後半はしおりさんのこんばんは、誰と行く予定ええー。ちょっと予定を聞かないとわからへん感じ何時の交差ゲットしたおー <laughs> ありがとうございます ワカニャのチーズドリアおいしかったおいしかったうわ食べようかな,なまだな決めてないね全然舞台楽しみ良かった <laughs> 気持ちは行く予定良かった良かったそうワにニんとのなお出かけもちょっと行けなくなってしまったからなプレゼントと手紙も書いてそうほんまに最近あの SNS を見,見てなんか 申し訳ない本当にそう SNS を全然更新できてなくてそうやから今ちょっと時間ができたからショールームをしようと思って10時半までするなうん TikTok で紹介してくれたカフェも行きたいおすすめよあのカフェほんまに綺麗やった <laughs> こんばんはそんなそんなもう ありがとうございますそんな気持ちだけで <laughs> うん内緒 T シャツやんなあそうミュウノなドリンクが飲みたいからもうこれは決めてるあのマスカットとブルーカルピスみたいなフフッ こんばんは TikTok のアンジュちゃんのナレーションめっちゃ良かったえー、ほんまにうわ嬉しいナレーションな難しいようななんか自分で何言ってるか分からへんくてそうだからちょっと喋る前にあの考えたそう「なるのコースター欲しい?」 えー、でも自分を引いてみたい去年自分で引いてん自分のサインをそう自分のサインを引いたから去年今年も弾けるかなっていう自分のサインをこんばんはなあ美味しそううんうんティックトック本当にめっちゃえー、ほんまにとにかく全部美味しい美味しい ちゃん好きになったきっかけの夏のライブ今年もあってうれねあのゼップ…保坂さんちょっとあ…あの…あんまりちょっと理解ができてないんですけどそう発表されましたねさっきあれやな6月4日にさ生配信があるねんやんなそうそうそれで多分発表いろいろされると思うので私もあんまりちょっとよくわかってませんが。 ドリンクは全種類飲んだすごいなようお腹壊さなかったな <laughs> うーんえう、ー、嬉しいうえー、ほんまに友達にアンジュをうわーありがとうございます <laughs> そうまさに自引きしたうん確かにな あそうやなこんばんはアンジュはいっぱい見えますようになあアンジュも頑張りますアンジになねえ思ったでそうつかへんと思ってもっと頑張ります私うんなあありがとうございます頑張ります確かになうん確かにかりんさんのな誕生日かぶっとったな うん久しぶりに来れましたうわお久しぶりですこんばんはうん話せたうわな3日間もあるもんなあのー、夏子「<laughs> 君のことが好きやねん」って好きやねん えそうあの、ね、NMB48 のオフィシャルショップで私のボードがあるんですよ「お誕生日おめでとうございます」っていうメッセージが書けるちょっと「待ってるアンジュ」そう「欲しいんです私」<laughs>「欲しい」というかあの「待ってますメッセージ」 <laughs> お疲れ様です今日もお疲れ様ですうんー、ね、全然コンサートでしょ。あーそういうことねグッドスプーンさん全メニュー制覇するのが目標です本当に美味しいですうわー食べたいでも,もう食べる気満々でおるからうんーちょっとやばいね今セリフがな全然入らへんくてそう昨日なあの頑張って覚えようと思ってちょっと 決めたわけ自分でここまで覚えようって今日のためにそうなんでやって今日もいけるかなと思ってけどやっぱり不安でそうだからできひんかったなんで私授業あるって授業頑張って授業あ実習あるわ頑張ってくださいグッドスプーンさんは全コラボメニューああ呼んだなこれ <laughs> ごめんなさいえー、ペン持参らしいでえそうなんやは書いてくれたってこと わーありがとうございます。らしいあの NMB48 のオフィシャルグッズそうのところでアンジュに向けてのその誕生日おめでとうみたいなメッセージが書ける部分があるんですけれどもそこペン持参んらしいそうなんやあー待ってます綺麗になってるほんまにありがとうございます 来週行くので会議うんえっそうなんかなちょっとあんまりちょっとごめんなさいよく分かってなくてあ <laughs> んまにピンク似合うひっそり教会できましたありがとうございます楽しみに待ってるわ <laughs> ボード増してください <laughs> 大草原って書いてない絶対さ初めて見た人はさ何ってなるからちょっとあのー、待ってます心のこもったメッセージを <laughs> こんばんは明日書きますね待ってます明日ショップ行くえ書いてほしい待ってるこんばんは地域たなぎを書きに行く 気にしないでもえ全然全然気にせえちゃんと皆さんあの名前書いといてなあのメッセージ書いた後に自分の名前書いといてなしたにそうじゃないとあんじ誰からのメッセージが理解できひんからそうこんばんはらしい筆記用具がいるらしいからボードを書くには待ってます待ってますこんばんは今日なんかみんなえうせやんいつもな両耳がけやねんけどちょっと今日こっち下ろそうと思って <laughs> 台詞を覚えるのの学校のテストより大変そうえー、なんかもう分からんもうやばいまだ書いてないけどねで待ってまず待ってまずえっ、ー、明日アンジュを目の前では頑張るな聞いててよかったあペンジーさんらしい夏だからいけない頑張って受験なあ 確かになグッドスプーンさんいけないのが確定えアンジュは気持ちは行くで行きます行きますちょっとあとはあのそう一緒に行こうとしてる子がいるのでそう予定をその子の予定を聞いて決めます <laughs> はあーなるほど、ね、えっ、ー、もうそんな ねえプレゼントと手紙がねえ送れるっていうのを知ってもうそんな全然気使わなくて大丈夫うんメッセージボード待ってます <laughs> 心のこもったメッセージ待ってますペンジさんらしい大草原氏が書いてるえほんまになほんまにそうほんまにそうやねんけどうん <laughs> <laughs> そういうことね舞台絶対待ってる待ってますうわー待ってるほんまに大人っぽくなるうい結構伸びただから着るアンはえ明日髪の毛何がいいと思うなどうしようでもな夜はくくる系がいいと思ってんねんお昼は全然決めてないけどうわそれは それは悲しい <laughs>。各場所開けといてください。全然大丈夫。こんばんは。明日はメッセージ書いてグッドスプーンさん行って。喜屋入って。えー、ありがとうございます <laughs>。え、明日行くん、グッドスプーンさん。おお確かに、はじめ。足のサイズあ、大きいね、足。24.5。 そう舞台頑張る舞台応援出演えそうあのほのかちゃん池ほのかちゃんがそうこの前のアンジュのそのレイの時に応援をそうしてくれてでもアンジュおかしいんで行けへんかったからそうちょっとでも行けたらなと思うけどちょっと舞台のさその練習とかぶったら申し訳ないなと思ってでも配信してたら行くようには しようと思ってる。<laughs> えー、そんなそんな。うん？そうなんや。関西弁でのおしゃべりが、みほんまに。ちょっとあじゃ関東弁喋れるようになりたいねんけどな。ツイン？なるほどね。ツインやってないもんな最近。またありがとうございます。いやほんまに高めのツインテール、うわそれはちょっと。 な,ごめんないかもしれん、ご <laughs> うん全然えなんでそんな高めのツインってポニーテールマみたい確かにえ小さいじゃねえ娘やほんまに24.5円であんじゅ大きいと思ってたそうしおりさんとえあそうなん あ、ほのかちゃんあそうなんやうわじゃあまたあのしおみんとほのかちゃんとあとジオンとみさきが来てくださったからそういつかお返しに行きますけグッドスプーンさんで結構並びますかほんまにえ分からへんそう全然見てないからそうそこらへんも通ってなくてそう分からへんはごめんあほんまにあええそうなんやあ同じ 下でくくってるの<ー>こんばんは。この間グッドスプーンさんで、やよいちゃんがアンジュ、えぇ、ー、アンジュのボードとかあるんアンジュが映ってるボードってことええー。うせやん、ほんまにええー。めっちゃかわいいやん。なんでへのか。うわー えー、待ってる待ってる似合いそうな髪型待ってます三つ編みを下げね恐るいやしえー、どうなんやろこんばんは <laughs> 一人でもいけると思う全然 土日結構混んでる。あー,、えー、やっぱそうなん。土日。え、土日やっぱそうなんや。やって土日が混むらしい。う時間帯は時間帯。時間帯どれぐらいが混んでるとかあるん？え <laughs>、全然。ごめん、全然。ちょっと聞いてこうみんなにも。洋服とか基本的に。どのサイズ買う？え、でもさ、一回着ないとわからへんよな服って。 な3時ごろ休みの日の3時ごろは結構並んだおーあー確かにホームにサンキュー歌ってるやつえー、そうなのか340分待ったうえそんなにこんばんはうわハートありがとうございますアンジとマイティが写ってるボードでマイティのサインはあったなマイティ行ったって聞いたアンジもその横にサインしよう なんで近くに人座ってたからめっちゃ遠慮がちにある場所確認しに行ってアンジュちゃんボードとえーめっちゃかわいいやん土日しか行かへん」「ああ」やっぱでもそういう方が多いからやんなあのだから土日混むってことやんなアンジュちゃんのパネルと <laughs> 目の前で見たの「えー、めっちゃかわいいやん」「その写真欲しいねんけど」 あ、予約予約できんのやあー確かに公演前混むやろな皆さん教えてくださってありがとうございますいやもうこちらこそありがとうございます2時くらいの時はあーえー、やっぱ2時並ぶんやあー夜すくんやお昼前の早い時間か夜しかすおーなるほどね 一応90分のええー、やって90分時間制限あるらしい平日も混んでんのわおこんばんは来ないとうん夜遅く空いてるってこんばんはえ何時,まで何時までやってんの何なんじゃないまで,まで,でもえ私は行く気満々なのでちょっとお待ちくださいでも行けるかはわからへんけどちょっと 特にこの前の日曜日シンシンさんとマイティとアーノンさんとハーサさんとミウが終わったからうう日曜日えー、そうなんや混んでたうんー中には残ってええやちょっと顔が大きく見えちゃうかもちょっと考えます <laughs> 確かにな公園前行きやすいか なるほどねこんばんはなんか席ランダムになったらしいな初日あ初日は空いてた今日は空いてましたラッテありがとうございますうーんあ二23時あって閉店ありがとうございます教えてくれてありがとう公演席ランダムらしいこんばんはそうって書いてくれてる ややちゃんボードと写真撮ってるえっほんまにアジムみたいんこんばんは <laughs> 若い番号ででも最前からなっちゃったから困るああランダムやからってことなるほどえそのランダムってどういう感じなのそのまで別かるってこと スタッフさんがやるってことち。ちょっとごめんなさい。あんまり。<laughs> ごめんなさい。な、平日が空いてそう。うんー、らしい。今一時間前ぐらいから、めっちゃ教えてくれ。ありがとう。みんな教えてくれて。明日髪の毛は神戸川入りないです。うわ。お待ちしております。こんばんは。リアメメ見てくれる。ありがとう。うんー。すごい。 去年4人のメンバーと同じ空間でご飯食べるときは今回うん行けちゃうのかおなるほどね DMM リアタイしながらあーなるほどね <laughs> なるほどねしか言ってないえー、そうまず横浜も行きたいんですうんあその場で分かるのねなるほどなるほどああそういうことか 当日に席の日を見て座るかうーんこんばんは劇場の入り口のところに座席費を張りあーほうほうほうあーロビーやってなるほどね一回超絶公演の時ランダムやったおおら,らしいですへ <laughs> えー なるほどね。港未来行きたいんです。行きたいね。うん確かに今日の名毛あなるほどうん確かに多いかも今日。うん行きたいんです。港未来。明日の昼公園行きます。えん待ってます。明日の髪型はカチューシャはどうってカチューシャなあの私カチューシャなんです。<laughs> そう。 一番近いのバシャドウっていう駅なんかなお疲れ様ですお疲れ様こんばんはうん、ねえかに。港未来は博士会があるあよく行ってたいらっしゃいなあ横浜行きたいアンジも横浜行きたいあの横浜の雰囲気がすごい好きで横浜行きたいんです私 う嘘やんあの30分で終わろうと思ってたんですショールームあ馬車道っていうのね申し訳ない馬車道らしいんーあはかれんがの近くうわ待ってます馬車道そうあの雰囲気好きそう確かにちょっと神戸と似てるうんーなるほどじゃあぜひみなとみらい店へ行く方は。 あの馬車道っていう駅から行ってください近いらしいそっからが <laughs> アンジの逆転おさんうんあと3分で30分やってじゃあそろそろランキングをうん確かに雰囲気似てるいやほんまにそうアン仁のな応援してくださってる方ってすごい教えてくださるからもうほんとにうーん 初見ですありがとうございます来てくれて行ってみたい <laughs> うんなるほどねよしランキングを読みます 13位,の方からや13位の方、から位の方、ふみさん、ありがとうございます。12位の方、村人 T さん、ありがとうございます。11位の方、ヨウヤンさん、ありがとうございます。10位の方、つるまるみまたおさん、ありがとうございます。9位の方、吉田しなべの人、舞台本物ありがとうございます。8位の方、だーまえさん、ありがとうございます。7位の方、べべちゃん、ありがとうございます。6位の方、きゅ e さん、ありがとうございます。 5位の方、大吉さん、ありがとうございます。4位の方、ことちゃん。アンジュしか,かったって書いてくれてありがとうございます。3位の方、たまひよさん。たまひさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位の方、コロコロワンさん。コロワンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位の方、かまがりさん。かまがりさん、ありがとうございます。ああ、夜公演お待ちしております。 ありがとう。ちょっともうね。頑張ります私も。ありがとうございます。皆さん来てくださり。みくちゃんはしは何度かみんなこっちは初めて。わわありがとう来てくれて。ありがとうございます。おやすみおやすみ。いやうん。頑張ります。ごきげんよう。ごきげんよう。 あオレンジと紫た楽しみにしてるうーんおやすみなさいバイバーイご <laughs> きげんよう